ジン、焦りすぎよ。あ、ジンさん、ここで迎えるって話じゃなかったの。え、待って、めっちゃ好きかもしれん。活動しているようだ。焦る必要はないわ。え、待って、めっちゃ好き。私も協力するから。え、リサも可愛いんだけど。え、しかしあのさ、ここあると思います。ジンさんがさ、すごいしっかりしてるように見せかけて、実はジンさんも弱気なところがあって、リサはそれを精神的に支えてるんよ。私にはわかる。可愛いわね。やだー。好き。あ、めっちゃ美人なんだけど。え、ここたまらん。任務、本の中の静電気をクリアすると獲得。え、もらえるの、リサさん。リサさん、リシャシャン。図書館司書のリサよ。リシャシャン、私に聞きたいことでもあるの。あ、かわいい子ちゃん。うわうわうわ、うわ、いいな、リサさん。全然話聞いてなかった。なんだ、アルバイト。最近雑用。あ、いえ。え、やります。使い走り、どこでも行きます。いえ、支援の人手が足りないのよ。使い走りって裏で呼んでてほしい、私のこと。これは、はい、ほい、ナイス。あ、リサさんだ。行こう。ちょ、リサさんだ、みんな。あ、なんか浮いてる、あれ何。え、待ってね、リサさんに会いたい、リサさんに会いたい。私、待って、これ何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 、え、これ何、これ何。あ、何、あ、何、隠した。あ、で、闇、闇属性来た、闇属性来た、闇属性来た。え、待って、行きたいとこいっぱいある。でもリサさんに会いに行かなきゃ。私はリサさんが、リサさんの膝の上で寝るんだ今日は。私はリサさん、リサさん、フレンです。あー、リサさん。ちょっと待って、死んだ。ちょっと、リシャシャン、リシャシャン。え、かわいい、マジでデザイン良すぎる。ちょっと、リシャシャン、お元気ですか。かわいい子ちゃん。かわいい子ちゃんです。危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。ありがとう。でも内心1ミリもお礼感じてなかったりしたらいいな。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。お姉さん。ああ、あら、いい質問ね。うん、それはもちろん、ジンが私を信頼してるからよ。きた、今聞いた。これマウントです。マウントを取られました今。来た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 。でもさ、この髪型の人って大体病気になりがちなんだよな。この肩結びするタイプ、大体なんか病院のベッドで座ってがちだから、ちょっと心配だな。リサさん急に病気になったりしないかな。パリンちゃん、そこには行ける。何もできないよ。うわうわ、ちょっと、ね、ちょっと優雅すぎる。マジめっちゃ好きかもしれん。え、魔法めっちゃいいな。いい笑い方だ。はい、ということで、いや、だいぶ長時間遊んじゃった、楽しくて。ちょっとガチャ引いてみたいなという気持ちもあります。他のキャラもちょっと使ってみたいなという気持ちもあるので、だいぶね、このストーリーがめちゃくちゃ長いっぽいので、無理にガッツリガツガツ進めていくっていうよりは、こうまったりまったりのんびり進めていけたらいいなと思っておりますので、リサさんがね、なんかめっちゃね、いいんよね。なんかでもまだ出てきてるキャラクターが少ないっていうのもあって、気になってるキャラはそんなに、みんな可愛いなぐらいのあれだな。うん、ちょっと私がどのキャラをね好きになるか、皆さんで予想を立てながら楽しんでいただけたらなと思います。